コバモフ、モフさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。ファイナルファンタジー5スーファミをできます。前回はエクスデスを倒して、で気がついたらタイクーン城に落とされて、で今レナとハリスは城に戻って、そのまま分かれている状態ですね。で今クルルタンとモフタンのレート中です。モフさんとカズヤンアイスナウライブストリーミングレトロシャープ九神世界でボコと再会するファイナルファンタジー VFF5SFC レトロゲーム相互フォロー OK。 この2人は昨日前回の配信の最後に出たイベントを見ると、この2人は結構相性良さそうですねで今は母校が留守番、母校を留守番にさせてたんで、それを母校に会いに行くところですね。では行きましょう。全然違うな、道が。ちょっと待って、どこに行けばいいんだ、これ。こっちでいいのかな。いや、もう早速異変があるね。うん、ここっぽいね。よし。いた!ボコ!くえ!よかったね、僕は生きてたね。はじめまして、クルルよ。クルル、お前チョコボと話せるのか?うん。ちょっとだけね、誰かを紹介したいみたい。へへ、増えた。へえ、奥さんだって、名前はここ、僕をやるな。うわ、さりげねえ。さりげなく奥さん作ってる。やるな、お前。僕を頼みがあるんだ。くえ。わかってるって言ってる。え、また旅に出るんだろうって、僕、いいのか?ちょうど二人乗れるじゃん。なんて言ってんだ、愛してる。旅に出てる間、子供を頼むって。子供?ココの中には子供がいるんですって。ココはここで帰りを待ってる。ココはお留守だ。ココはありがとう。くえ!大丈夫です。すぐ戻ってくる。バイバイ。かわいいな。記憶がなくなる。うわぁ、久しぶりだな、この飛べない感じ。どこに行きゃいいんだろう、結局。一回城に戻りゃいいのかな。なんかこっちは、こっちなんだろう。広。しかもここ行けんだ。ここに来れるんだ。なるほど。ここは繋がってんだ、今。いや、広いな。あ、船あんじゃん。待って、船行けねえのかよ。ああ、これ街行けんじゃん。行っちゃっていいのかな。行くか。これじゃ行けねえのか。こっちは行ける。わあ、すげえ、お、こんなとこ行けんだ。ちょっと待って、街からにしよう。街からにしよう。トゥールの村。上級者になったかな?はい。では、初心者の館に行って、それを正直に言うがいい。マジか。タイクーンの行方だとお姫様見つかったんだって。なんだかめまいがして気がついたら村の周りの様子が変わっていたんです。
西に変な洞窟を現れたんだ。亀の化け物がいるって要素で。いやー、これ二人で大丈夫かな。クリスタルはもういないんだね。くたびれます。いや、だって回復役がいねえんだけど。いいえ。まあ、じゃあ、いいことを教えてあげる。すっぴんはすべての武器防具、モノマネは、死は、リボン以外のすべての防具を装備することができる。ああ、なるほど。だからすっぴんやるしてるのが。だけど、力や魔力が低いから弱いよね。でも、他のジョブをマスターまで育てれば大丈夫。すっぴんとモノマネ死はマスターになった自分の能力値と、このジョブが最初から持ってるアビリティを引き継ぐ。ああ、なるほどね。はいはい。例えば、ナイト、クロマドシ、シーフがマスターの時、すっぴんやモノマネシはナイトと同じ力、クロマドシと同じ。うん。魔力。それに、シーフのアビリティである、隠しツールやダッシュを持ち、さらに2つのアビリティをつけることで。いや、最強じゃねえけど。いくつかマスタージョブができる頃になったら、すっぴやモノマネ師の方が強いってわけ。なるほどね。いやー、それはいい話聞いたわ。同じかな？同じだよ。同じだよ。か。いやー、これ街の会話も変わってるから面白いね。南の鳥の形をした半島にプロペラのついた船が止まってる。なんだろう。それさっき見てる。なんだか地形がそこ変わってるような気がしませんか。風が止まってしまいました。空はだんだん見にくい。魔法とか武器はどうなってるんでしょうか。ああ、これは初期状態だ。ってことは、武器屋とかも、いいのは売ってないと。おい、おいああ、やっぱこれいらねえ。よし。あれ、これなんだ、ゾックの家。前のはずか。まさかサリス様があの海賊の親分、いや、パリス様だったのってびっくりです。でも、二人とも無事で城に戻られて本当によかった。いや、やっぱこの状態で行くしかねえんだな。リュック。ちなみに宿は泊まる必要なし。ハブとかハブ見てるか。ピアノとかどうなってるかね。変わってるかね。海賊の親分も大君の王子だったと思う。どうでねえ。こんなとこに、ここに座ってこっちを見き、ほほほ。あれ通れねえ。これでいいか。確かここに固定するみたいな。その3人固まってるの相当な密着度。来た系が。もう前回と同じぐらいだな。やっぱそうだね。前回と同じ状態。新しい街を見つけない限りは、追加されない感じかな。新しい街があるのかどうかもわかんないけど。よし。よし。ちょっと待って。西の洞窟行く前に、さっきの下行ってみよっか。ついでに城も寄ってこう。城は、とりあえず、レナンとこだけ行って、何もなかったらもうそのまま行くか。うん。いや、やっぱ宴会続いてんな。少なくとも3日はこの状態ってことだよ。
邪魔されるしゃいか。いいや、ここ。はい。はいはい。はい。よーし。じゃあちょっと下を見ていこっか。多分なんもねえと思うんだけどね。広いなぁ。なんもねえわ。的にチョコじゃほとんど行けなくなってる。うん。わっ。夫はビッグウィッチだ。あれはまさかのビッグウィッチか。で、ビッグウィッチでタイクーン城にエクスデス城が埋め尽くされたと。こんな感じですね。おそらく推測で。から出てくるとかなきゃいいけどね、エクスデス。じゃあ行ってこう。お？また地震タイプ。わあ。ああ、洞窟来ちゃった。大丈夫かな？セーブしてねえよ。飛ばしすぎちゃったね。僕、お前のせいだろ。くえ僕に当たっちゃダメだよ。うん、おっと、来た。即ボスか？ボスあれ何？いや、即ボスはきっちいな。来たよ。マジか。アントリオン。結果な。0.2 のゲーム。ムン。あ、でも攻撃避けてんな。多分大丈夫かな、これ。ムン。あんま金使いたくねえな。逃げた、逃げたし、最低。最低。金使ったのに。守らすか、参った。困ったのね。クエ。いや、ちょっと金あんま使わねえようにしよう。お、来た。ロープが来た。誰だよ、あれ。しかも上に上げてるし、嫌がらせしてんじゃん。うん。いやーこれ鬱陶しいな。もうこんなことはしないか。やはりか。まあ読めた。運用を認めるか。かかってこいよ。これはファリスかな。やはり、ファリス。俺を置いてきぼりにするなんてどっちが言い出したんだ。いや、もう争うんじゃねえ。なすりつけんじゃねえ。もう二度とすんなよ。反省した。でもどうして？やっぱり俺にはお姫様なんて性に合わないよ。うん。笑われた。まあ、それでこそファリス。痛い。うん？クルルどうした？大丈夫？ちょっとトゲが刺さって。
と大丈夫か。来た、ファリスが変わった。無茶すんなよクルル。今度は3人で行けと、この洞窟に。ヒットポイント減ってんな。やれや止まるか。ついでにテントも買ってくるか。テント売ってるっしょ。やだやかな。あ、売ってるね。よかった。チェックぐらいにしとくか。よし。いいね。いや、待って、異世界の時は、コテージしか売ってなかったもん。まあ、雑魚が落とすけど。あそこ行ければね、この世界で。まあどうなることやろ。よし、セーブしていこう。まあいっか。よし、あれ、これあれ亀がいたとこかな。賢者、おっと、やはりそう。ギード。よっこらしょっと。すまんすまん。世界は一つに戻ってたのにショックでひっくり返ってしまった。そうなるとわしは何もできん。ほほほ。あの状態だった。ギード、世界が一つに行って。うむ、あの伝説、まさか本当だったとはな。わしも未だに信じられんが。伝説にはこうある。千年前、モスさんたちの世界とクルーたちの世界、二つの世界は一つだった。世界は一つだった。そうです。どうして世界は二つに分かれてしまったんだ。無を封じるためじゃ。無、そうじゃ。千年前、強大な悪 NO があった。 NO は無を操る力を持っていた。戦いは長い間続いた。 NO、人々は伝説の十二武器を使って NO を倒した。城にあったやつかな。うん、しかし NO が作り出した無を消すことができなかった。人々は最後の手段を取った。クリスタルを二つに割ったのじゃ。世界のバランスを持つクリスタルを割れば世界も二つに分かれる。なるほど。そしてその二つの世界の狭間、次元の狭間に無を封じたのじゃ。エクステスの言っていたことは本当だったのか。世界は元の姿に戻す。だがクリスタルも失われた。風はもう戻ってこない。土や水の恵みも、そして火の力ももう戻っては来ない。うん。痛い。トゲが。と、やっぱダメじゃない。おっと、しかもエクステスじゃねえじゃん。エクステス。ファファファ。小さなトゲの身を変え、この時を待っていた。私の本当の目的は事前の狭間に封じられた無の力を手に入れる。何？そのために世界を元の形に戻した。いやー、エクセス、それに生きてるね。と、うわー、いや、まあ最悪だ。よりによって大勲章だもん。次元の狭間がこの世界に現れようとしている。あの中に無の力。おお、あれこそ私の求めるもの。今こそ最強の力、無の力を手にするとき。そうはさせないと、エクスです。さすがに一人じゃどうにもならねえ。大勲章が、レナ。
み込まれる。ああ。素晴らしい。ミはあの無の力を全てを飲み込む最強の力を持つ私の手に。レナ、炎。全然歯が立たねえやん。ちゃんとこの前倒したのに。愚か者ね。ほほほ。とどめだしねえ。亀、おお、すげえ、亀強いし、なかなかやるの。伊達に700年生きとらん。アホ、強がるのも今のうちだ。とはさっさらに、うわ、吹っ飛んだ。またバラバラ。ロールカムね、ファファ。いや、展開が早いな。ああ、一応みんな一緒だな。あいたた、ギード、大丈夫か？ひっくり返す。うん。エクセスね、奴が無の力を手に入れる前に何とかせんと。無。うん、あれは古代都市か。なんと伝説の古代都市か。もっと、そっちまで飛ばされたのか。そうか、モフさんたちの世界あったのか。いるぞ。古代都市間にエクセスを倒すための本が眠っておる。おう。なるほど。うわ、本当に来た。しかも上になんか城があるし。てぬぬん、ギード様。スターゲイトの学者たちが、封印の本が2冊揃いました。あー、これでやっぱ揃ったんだ。うむ。なるほどね。いやー、点がちゃんとあるのがすごいね、あそこ。作戦会議じゃん。二つの世界、一つに戻った。そして次元の狭間に封じた無の力が蘇ろうとしておる。次元の狭間に急ぐ、うん。いや、次元の狭間には千年前、無の力とともに数々の魔物をも封じたのだ。その力は強大だ。今はお前たちじゃ勝ち目はない。じゃあどうすれば。千年前に脳を倒した伝説の12の武器の封印を解くんじゃ。12の武器。いいね。そうじゃ、そのためじゃ。ってことは、武器が、最強の武器が手に入る。二つに分かれてた封印の本をここに。伝説通りなら本が道を示してくれるはずじゃが。12本あんの相当大変だけどね。本が、無の力を蘇らすとき、封印の本は光の戦士に語りかける。本が語り出した。エノーと戦いし、我らの12の武器をクーガー城に封印する。封印を解く鍵、4つの石板。一つは過去の魂と共に土に守れ、一つは島の神殿の中に風に守られ。一つは海の底より深い場所に炎に守れ。海の底とかあんのか。一つは打たれる水の裏側に水に守られ。ああ。これはあの水の城の特化の話でした。我らのしもべを封印する。封印を解く鍵、四つの石板。石板を動かすとき、我らのしもべも復活する。どう？これはボスってことか？白と黒、究極の魔法、時空魔法、メテオ、海王、リバイアさん、そして竜王、バハムート。うわ、す。召喚獣。召喚獣も手に入るよって。この本を扉に捧げよう。さすれば封印への道は開かれる。なるほど。この本が必要と。いやー、情報が多いな。封印の本を手に入れた。さすがに覚えきれねえ。
エクスレスが無の力を手に入れる前に伝説の12の武器の封印を解くのが楽しみ。まずは第一の石板、過去の魂と共に土に守られそうです。勇壮の砂漠のピラミッドじゃ。もう場所教えてくれていいんじゃん。モクさん、ファリスクルール頼むぞ。世界の命運はお前たちにかかっとる。いやー、レナがいねえのきついなー、でも。大丈夫かな、レナ。しばらく3人で行くのかな。X ですか、無の力を手に入れるのはまだ時間かかるはず。二つの世界が重なったとすると、封印城、クーザーはトゥールの村の東ということになりますね。この地球儀で見ると、ここは古代都市か、二つの世界が重なるとなるほど。クリスタルを二つに割って世界を二つに分ける。そこまでしなければ無の力を封じることができない。世界は闇に閉ざされるのち。封印の本にはこう終わった。もう一回。まあ場所教えてくれるならいっか。気にしなくて。一個ずつ取って、これ戻ればいいんだ。OK。次元の狭間に閉じ込められた町があると書いてあります。千年前の素晴らしい魔法や武器防具が売られている。おー、そうなんだ。なるほど。次元の狭間が現れたということは、その町のどっかになるんだ。新しい町あんだね、一応。シド博士とミドは2ヶ月島に行ったきり戻ってきます。1ヶ月島にも行かないといけない。世界が一つになった時、封印の書も一つになるようになっていたのでしょう。エクセスの本当の姿は木。自分の身をトゲに変えていたのか。そう、木だと。石板の置かれている場所は必ずガーゴイルによって守られているそう。ガーゴイルがいるんだ。もうダメさ。仮にエクセスを倒したとしても、もうクリスタルないんだよ。いやー、これファリスを白魔導士にしといてよかったね。そっかな、これ白に特化した方がいいような気もするけど。今はこれでいっか。次元の狭間には邪悪な森や洞窟は恐ろしい魔物ごと封印されたと書いてあります。これか。時魔導士に変えて、白、でもランニングしてえな。ダメ。ランニングしたいからダメ。いや、ランニングしたい場合は、こうして、せーの。ランニング。こうすると、でもキャラが使えなくなっちゃうんだよ。難しいね、これ。いや、ダメだ。レナが、レナと合流する前ダメだな。こうしといて、いっか。こうしとこうか。OK。ちょっと待って。話したくん目が入れすエクセスが無の力を手に防いでください。私なら封印の書を読むことができますが、はい。さっきと同じこと言って。いや、それはじいさんの話してる。本を燃やしていたらこんな歌が出ていた。お、来たー。よっしゃ、しゃ。こんなとこにしれっとあった。魔力の歌、歌い続ける不思議な力で魔力は。初めて説明してくれた。説明してくれたのか。無とは光を生み出すための母体、どういうことでしょう。次にランニングしてやろう、レベル5です。この不思議な杖は体育にそのあの方に差し上げよう。まあ、一旦ここ。BGM 変わった？いや、BGM 変わったね。
これが第三の世界の BGM です。これいい曲なんだよ。しばらくダッシュで送って白魔法、お待ちください。しばらくさ、ここは青魔道士にして、ちょっと難しいな。こっちの方がいいやって思っちゃう。こっちはダッシュがあるから、いやー、ちょっとザコと戦ってみるか。しばらくはその状態にしといて、それか、どっちだっけ、いいか、グレートソード。まあ、ゼルダ王。会話変わってないかな。学者たちは南に現れたぞ。なるほどね。ここにこの城が現れたからか。まあ、いや、まあ、大した会話もないだろうから、ざっくりそっか。一緒だよ。でで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 、もういなくなってる。もうガラッといなくなってる。じゃあ行こう。あっちだって。あのばあさんがいるんだ。あの、隠し通路前提だからあんま気になくて良さそう。いる。もうみんな本を読みっぱなしじゃ始まらないの。片付けが出ちゃってますよ。え、まあいいや、これ一緒だから。ちょっとアーマー同士を上げてラーニングオブよっか。多分10だったらすぐだから。ちょっとさっきのところにやるやる止まるしかねえのか。あれ、図書館って開通ともなかったっけ。ちょっと一旦取られてきた動画を。まあいい。いっぱいいるな。大丈夫かな。召喚士がいねえんだよな、今。コメット。よし、コメットなかなか強い。反対なのきついけど。7しか減らない。金の管理課題掃除してあげるか。それか、モツさんでもいいけど。マジ、線を置いてよ。線を置いて。よし、うわ、強い。こいつは強い。あ、死んだ。いや、最低だ。いや、マジでやろばきついって。でも倒れねえのかよ。やべえ、全滅する。ジャンプ。もうジャンプに耐えるか。よし。いやー、強すぎじゃね。あれでラーニングするんだ。いや、ちょっと待って。レイズがいねえのか。
いやーこの白の話かわいいね。猫耳になってんの。レイズ、ファリス。で、ファリスが、レイズ。かね、クルルを竜騎士じゃなくて召喚士にした方がいいような気もするけど、いいか、ね、リュース、今のは待ち入れた。で頑張ってもらうしかないんで、あった、装備し装備そのままなんだ。俺大丈夫かな、あいつ強すぎなんだけどいやーまた出てきたよ。恨みがあるんですか。よしよしよし、当たったわ。いや、これはでかい。倒れねえ。よし。倒れよ。よし。いや、あいつさえなきゃもう大丈夫。反対には苦戦するよし、いや、マジで結構大変だな。いやー、チョコボがいねえのがしんどいね。あとまたやるか。グラビガに頼ろうぜ。ミスんだ。よし。よし。どんどん使っていこうか。コメント、本当にやるとしたら何がいいんだろうね。エアロが覚えた。コメント、わ、強っ。いいね、これ主力になるわ。あれ調べるかよ。ラーニングじゃねえのかよ。よし、次よ。いや、それでも MP 持たねえだろうけど、まあなんとかやれてるね。よし。OK。
な。倒しちゃってもいい。ああ、回復すんだ。最低。そっか、やらが使うからか、こいつ。ちょっと、それは想定外。コネットを倒すか。よし、よかった。もう MP ねえわ早すぎだろな、くんよっと、効かねえ効かない時もあるどこだっけ、ここに行く、どこだっけ、よし、これだ、いいね、宿屋、宿屋無用、グラブです。ひい。コネット。なべ。よし。なべ。グラビが、ああミスった、最低、やっぱりミスあるか、まあそうだよ、ひひ、こいつ強えな、エルムギガー、最低だよ。ああ、モンスさんのアビリティをポイント上げてんのに。なんで倒されんだよ。難易度イージーにしてくんねんだよ、3人の。いいのねえかな。
か言ったやつ狙ってるしかねえのか。どっちかね。やろうやってみる。おお。今日はハッカーベースと一緒に。ただどっちで倒せんじゃねえ。この時間かかんの。ねえ、この構成。いやー、召喚士でプランダメかな。召喚士必須な気がしてバランスがいいですよ。よし。とりあえずモクソンをあげちまおう。グロービーか。ああ、効かねえ。最低。効かねえんだよ。一発倒せるんだよ、さすがに。グロビッカー、よし、グロビスですか。よし、もう攻撃いけるし、よし、足んなかったか。いやー、巻きつき厄介だね。これでもいけるいやー、でねいやー、確率そんな高くねえのかな。よし。あの、あれ、あのエケレットが出てれば、もう、フラウト。よし。もう回復しない名前まずい。いや、か。よし。いや、ケラルがマジ優秀。
しょ。しゃかんねえな。ゆっくり、ゆっくり強いのかな、こいつ、シャドウ。本当にすごい。こいつ当たってねえもん、すいません。よし。おっしゃ、ランニング覚えた。よし。じゃあ、自分の家行こっかな。召喚士。いや、まあ、銭投げに耐えるしかねえよ、この子。で、人間にしといて。うん、一旦これで行こっか。よし。全く3人でいける自信がねえんだ。いや、いけるように設計されてると思うけどね。よし。いけるか。砂漠の敵で、ね、イルミギガーズで出なければ、まあ多分なんとかなるんで。とにかくギガースが強すぎる。お？なんだ？長老の木。おう。長老の木、ムーアの森が生き返ろうとしている。おじいちゃん、おじいちゃんは生き返らないの。うん。レナ、父さん。いくつもの命が消えた。レナ死んだ扱いになってんの。エクセスを止めなきゃ世界中の人だけじゃない、すべての命。もうこれ以上命が失われるのを見たくない。俺たちがもう。力尽きていいね。三人で行けってことかな。よし。どう？あ、リュウさん亡くなってる。リューサが止まっている。あ、これ楽だわ。二つの土のクリスタルが砕け散って、土の力が完全に止まったんだよ。大地が弱っている。うん、なるほど。普通に行けるんだ、じゃあ。じゃあ、頑張りましょう。これがガーディアンか。よっしゃね、やっぱり。きついなぁ。いや、しばらく頼るぜ。裏切りとか、きつねぇなぁ。ベースがかけよっか。銭投げ。デカイスは回復力だ。あ、倒せんじゃん。ああ、全員投げしなきゃよかった。うわぁ。いや、惜しかった。ここまで強くなかったわ。封印の本が。燃えて、過去の魂、土に守れし石板の眠る場所。で、開くんだ。こっからダンジョン。うわぁ、6体かよ、きつい。やったよ、きついって。あ、今もねえんだよなぁ。
でもそういうのダメだ、これこの構成じゃダメだよ。そっかな。もうクルルを召喚士にするしかねえよな。クルル召喚士行くか、しょうがない。ラッシュか。これはロブハルコ。無理くしかない。うん、これにした方がいいよ。これなんだ。わーお。アスピス。ゆっくり下げてね。これ一体でも使わなきゃダメか。モッサさんが弱すぎだろ。どうしよっか。ラム。しばらくは自分の方に行くしかねえな。よし、下げて、これ開く、これで開く。なるほど。うーわ、最低。マジかよ。ちょっと、どうしよっか、俺。グラビがね。呪われしよう。あ、こと。当たった。そんな体力多くね。銭投げ使わなくていい。よし。いや、十分タボタンでやっていける。MP すぐなくなる。ダークマタ来たね。いけんじゃね。いけねえよ。ねえ、それダークマタって忍者とかか。最低。マジ最低だよこいつら。いや、めんどくせえ。いい。頑張ります。あごと。普通に殴ればいいか。よし。どこで石を回復しないんだ。じゃあもうその隣も、その隣もレインシールモンスターだろうね。まあそうだ。まあそうだ。うわぁ、来た、強えの出てきた。
とできたか。グラビが頼むぜ。いけ、開墾しないといけないから、いいな。レイナゲン耐えるか。グラビが効けば多分なんとかな。ダメだ、無理か。ダメ、よし。白のロープ、これが大事ですよ。よし、こっち。もう MP ねえよ。200ね。いや、MP なくなるの早すぎだろ。召喚でよかった。よし、もう倒せるか。コメットで節約して、うわあ、それ咲いて、したつ、それは咲いて、すぐに倒せ。弱いよ。このレベルでこれしか当てらんねんで。よし、あぶねえ。いやー、容赦ねえなこのゲーム。しかもなんか状態上食らってんな。なんだこの状態上。うん、広いなぁ。セリフポイントさ、座ってもいいだろ。だから。ああ、隠し通路だ。ちょっと見ていくか。隠し通路か、こうしてもいける。なるほど。こいつ絶対強いだろうな。絶対強いだろうな。マシン。うわぁ、最悪。しかも逃げれねえし。あばき。よし、弱点。裁きの一発。
強っ。マジ強えな、こいつ。大きいや弱いか。よし。アビリティしかくんねんのか、しょっぱすぎだろ。ゼーテルが持たねえ。紙でしょ、うん、やっぱり全員投げ使うかなよな。よし、白の普通にモンスター出ねえな、さっき出たか。さすがに。よし。茨の管理。よくわかんない、出てきたか。あ、上がるんだ、しかも。ちょっとアイスチールと。いやいや、よくわかんない。いや、邪魔くせえ、これ。マジで邪魔くせえよ。だろうね。せなかつっと、ラノちゃん。よし。弱い。本当に弱いな。いやー、ちょっと待って、冷静はきちい。
対下がろう。上がってもこれだからな。いや、マジで。全部やらせてるのかよ。こいつ倒してすぐ左行くしかねえよ。これがキュア楽。おお、少し効くじゃん。これがキュアだいぶ楽だ。いやー、突起もあるし、いいね。役に立ってって。しょ。ちっかいやっちゃった。マスカエーテル使い切ると、いや、いつでも使っていかないとあれ。うわ、頼むぜ、当たれ。で、よし、ラムちゃん。戦った方が良さそう。遠回り。うわー、出んのかい。いや、そこ、そこやめて。いや、止めとって、まともに当たるとって。あれだね。よし。もうあと押し切れ。山賊いたのか。それは。こんな一人高いな、こいつ。いや、高いじゃん。一人高すぎだよ。よし。なんとか。なんとかです。黒のローブ、ああ、こういうの、
いやー、エリクサー使わざるを得ねえよ、これ。最後の、最後。もう行けばいいんだよ。よいしょ。よいしょ。まあ、出る。全員投げる。この先にテントがあるってのを信じよう。つかったな、見事に。よし、あぶねえ、よかったー。よし、コテージでいいや。金使ったね。いや、続きあんのかよ。いや、最低だな、ここ。ちょっと終わったいね。どうせこいつは逃げれんの。やらざる。居合抜きを覚えた。あ、それやめてほしかったな。よし。ちょっと待って。当たんねえ。当たんねえ。あれ、MP 吸ってんの。ってたな、MP 吸いよ。いや、きっと、どうしてくんだよ。これ、ただとも効かねえな。どうでいこっか。ラム。みんなが巨人なんですけど。使って。よし。クリスタルメイル。いやー、マスターになっちゃったね、サムライ。代わり何がいいかね、リュウさんですね。で、全員投げにしとくか。そうなんだけど、白の人も使っていかないといけねえけど、めんどくさいけど。それに関しては、これだけしかねえ。こいつは使わなくてもよかった。それはどっち？
どん減ってる。ダークマター、えへへ、ここなんですか。どっから金貯めないとダメだって。なんか急にやばそうなの出てきたな。宝箱開けるときだけしないとあれですけど、便利、使わないし。何こいつら、ゼファーズ、確かにすげえ気になる。邪悪ならもう直感すれば一番最低なパターンじゃねえか。いやー最低だなこれ。見てるから。まあ一回ぐらい倒すか。これセーブすりゃいい。よし来たか。そこまでヒットライン高くねえけど、ケアルラしてくる。よし、これまた湧くんじゃねえかな。普通ヒットライン高すぎじゃねえ。グラビナーを使ってあげようと思ったんだけど、マジで逃げえねえのかよ。よし、しかも物を食らって最低ね。ここ、オーケー、逃げまーす。いやもうモンスターいすぎだろマジで。いやーこれは召喚獣。
よし。いや、きついな、3人は。いつまで3人の状態続くんだろう。全箇所3人とか、最悪だ。攻撃食らうとスリップ。ダークマターの投げるシリーズか。確かに銭投げの代わりになってるやつ。やっと珍しいの出た。落とされるだろうね。せねえよ、先生。もしかしたら、あそこの部屋に行けるのかもしれない。試してみようか。ああ、ここに行くんだ。うわ、最低、このパターン。あの宝がある。よく食られてんな。どんだけやらせたいんだよ、こいつは。まあ、ここでレベル上げしつつ、宝箱取っていく感じなんで。繋がってんだ。よし、うまく繋がってきて、こっち行けるんだ。なるほど。俺は完全に見逃した。ちょっとしたらすぐ倒すような気がする。見ようがあるからやな。押してみようか。当たれば。いや、うわ、なんか違うの出てきたな。いや、ちょっと待って、白魔法の状態だよ。天使打ちか。で、タブト。
し。すぎだよな、これ。よし。ムンムン、いやもうこいつやばしんどすぎる。どうなんで逃がしてくんねんって。うわーしんどいの出てきたな。いやー逃げれねえのか、まさかの。逃げられないって出るんだ。ダメだこれ。いや、やばいねえか。強さに差が出るんだ。ムン。よし。いや、どうしよっか、こいつ。節約するか。当たんねえの？マジかよ。いや、ミスとかあんのか。よし。よし。押し切れ。こいつ。ジャパンね、押し押した押した。オッケー。よし。
やべえな、MP が持たねえな。どうしても連打いやまだ続くんかよ、長すぎだろ。よし、ちょっと待って、いねえのか、それあるとかすっげえ怪しいけど、これは敵だろうな。だよな。やってるね、こいつ。あれ、こんだけ宝なの、一回あれだね。ヒントのとこ行こっか。第一のハンマー、いや、いろいろ単位入んねえ、ここすごいな、ここで装備を揃えろって言ってるようなもんだ、きついな。とりあえず戻る、あら、ちょっと待って、どこにいるじゃん、あ、これでここに行くんのか、でこう行けるが出てくる、蛇が出てくる、よし、あ、こいつらか、こいつらか、逃げれねえんだったこいつ、足逃がしてくんねえわこれ。
け。いや、PS5 こんな難易度高かったっけな。全然苦戦した記憶がねえんだけど。よし。宝があるでしょ。お、見えない。こっちから行けねえのかよ。なんかこっちから行けるもしかして。うわぁ、こういうルートか。そりゃわかんねえよ。しかも二つあるし。いやまたお前らか。いやだなこいつ。おっしゃ、逃げた、よかった。でも MP の無駄遣いだよあいつら。よし、あ、もしかしてここ下に行けるか。もう先に出ちゃうとダメっぽい。ゲーム装備じゃないですから接続しよっか。お付けあるはかけられちゃうから。バイオだと。よし。いやー、キッズ。オッケー、倒した。金なくなった。いやー、開かねえんだ。そうですよね。なんかレバーが必要か。もしか落とし穴か。俺どうやって行くんだ。おー、そう来たか。なるほど。いや、これむずいね。よし。おー、リボンじゃん。来た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 。来たね、リボン。できんできねえか。よし。階段が2つある。
おお、金の神飾り。来たー、ここで来たか。よし。ここで来たわ。いやー、2個目嬉しいね。2個目使おう。レナも誰かが引き継いでくんねえと思うんだけど。広いなぁ、しかし。反対側から行けって思う。いやー、結局下の宝はどうやって開けんだろう。うわー、まあそれは出る。レバーかなんか逃したのかもしんねえな、あの回。そう考えると下の階行かないと。それか落ちればいいのか。であそこに剣道か、その可能性高い。いいね、モーニングスター強い。よし。いやー、減った金も10万になってる。よし。もうこれはありがたい。まあ金があったからね。そっか、いや、落ちるルートちょっと試してみよっか。あ、あんな落ちはいけそうだよ。いやー、出やがった、こいつらも。いやー、めんどくせえ、こいつ。ちっしょう。コメント。逃がしてくんねえよな。いやあ、やるか。よし、いいね、まともに食らった。交換使うか。よし。いやー、そんなにないかな。よし。倒せ。いや、
特にないでしょ。オッケー。お、そこにかけよう。ここで落ちる。よし、ビンゴ。よー、エリクサーかよ。なんだよ、もう。ポイント欲しいな、この上あたり。セーブポイント。違うんかい。おっと、大丈夫か、これ。こうなって。まず回復して。完全になる。MP あるね。いっか。ん？第一の石板。まあ出るよね。そりゃ出るよ。なんだ？上に上がってる。ああ、脱出した。石板に文字が、竜王バハムート。いきなりバハムート。いやいや、ちょっと三人でバハムート無理だから。どうなるんだ。あっと、おいおい、引く手があったとこじゃねえかよ。半島は沈んでく。うわー、出てきた。これどこに行くんだ。来るぞとか言ってるし。やるんかい。もう三人でワームとかよ。北の山でお前たちを待ってる。あー、なるほどね。一応場所は指定してんだ。見ろ、飛空艇が流されている。これで飛空艇で行けるようになる。これはうまくできてん。よし、セーブできる。とりあえず回復して船の開始か。お、飛竜だ。飛竜、飛竜も乗せてくれるってことか。ここからは あ、レナじゃん。うわー、あ、ここでレナ復活か。衰弱してるかな。どうだろう。レナ、しっかりしろ。この体はもらった。マジか。レナ。ちょっと待って、回復してねえぞ。行け、メジュリーヌ。千年もの間、次元の狭間に封じらし者だ。XS ファファファ、次元の狭間のものすべて私のしもべとなる。うん、レナやめて、お姉ちゃん。
仲間の手でゆっくり殺されるがいい。あ、XS、 ファファ、お前たちの前にまずあの亀を始末してやる。やばいね、亀放置してきたから。やばいね。あー、吸い込まれんだ。うわ、そうか。もう吸い込まれるのか。もうすぐ、もうすぐだ。この力は完全に私のものとなり、世界は私にひざまずく。レナ、やめろ。ヒーユーが、ヒーユーの捨て身の攻撃。捨て身だと、レナの体から魔物が分離した。これか。で、戦う。今だ。マジか、ヒーユー捨て身かよ。うわ、メジュリーヌ。ねえだろうから、ヘース側を先にかけよう。この状態で、弱点を見たいね。で、ねえわ。浮いてるから、キャズラも。いやー、回復すんのか。うん。いや、念が効かね。これは大変だぞ。全投げ効かねえの大変だぞ。いや、どうしよっかな。ラムネがダメでイフリート。よし、イフリート当たるね。でもジャンプで効かねえ。コメットで効かねえ。よし、当たるね。ここで行こう。いいと。いやー、まさか、銭投げはもう全く役に立たなくなった。よし。次回行くな。バリアチェンジ。とはパターンが変わってきたかも。コメット当たる。チェンジってこと、イフリートはもうダメかな。シバで行ってみるか。いや、回復するな。しょうがねえな。ちょっと。よし。どうしよう。釣りは効かない。コメットは効く。富士沢か。だから氷がダメなのか。じゃあ引き続き、イフリートでいいんじゃない。ああ、ダメなんだ。もう全然ダメなんだ。MP 持たねえ。回復しよう。ガクは。サ
パに戻ったわけではないんだ。ガイフリッド。いや、全然ダメじゃねえかよ。なんだよ、これ。いや、魔法しか効かねえのはよくわかったけど。当たりが引けねえ。いや、やっぱライブラがねえと無理だもん。コメットに頼むかね。まあそうなるよね。いやまさかビニ投げが効かねえと思う。全く思わなかった。的なのなんかねえかな。ない。お、サンダが使ってきてるってこと。これでバリアチェンジ。いや、バリアチェンジされると特性が分かんなくなるね。ブリザは。ブリザの時は。サンダーの時はサンダー降りたで。そらいやこのタイミングで変えてくるか、無理だわこれ。無理だよ、間に合わねえよ。いや、効かなくなった。最低だ。もう大丈夫かな。物理だ。物理だ。手に投げてしまう。よし。ちょっと物理なのであれば、物理読みできたいね。このタイミングで来るの変わんないよ。よし。よし。ナイスセイナギ。よし。物理になればこっちのもんだね。レナ。モフさん、私。レナ、姉さん、クルル、お城が私も闇に包まれて。わかってる。あまり喋るな。ああ、よかった。レナ生きてて。レナが加わった。よし。これで4人揃いました。死んでる状態からかよ。いやらしいな、このゲーム。よし。いや、戻すか。モフさんを何で行こっかな。忍者にする。これなんかいいのなかった。カリュウとか。カリュウでも面白そうだけど。
者が強いかな、この中では。文句か忍者。忍者か。どっちも。どいいね。木立もそこできる。で、ワッフルが牛さん勝つか。ハリスは、どうしよっか、ハリス。ここは時回し継続しちゃってもいいけど。継続して、白魔法を、ライン変えか。マックスになってるから、ラーニング、設置になってもいいのかもしんないけど。そんな説明あったの？強えな。運転して強えよ、リュウさん。ここでこれはきつい。静寂だもんね。なし、様子見るか。都市間消えてしまうなんて。学者が数人ちょうどこの城に来ていたので助かりました。学者は助かったんだ。ギード奪還、なるほど。お願いっす。あ、これさっきのやつか。同じこと言う。で、1個目がとりあえず終わって、島の神殿の中、海の底、水の裏が。まあ、バハムトは北の山にいる。バハムトに行けばいいの？出る気がしねえんだけどな、バハムト。金爆星いる可能性があるか。あ、ここのはいない。じゃあこっち行って宿屋。こっちじゃねえ。いやー、道忘れるね。こっちだ。よし。あの黒い闇の塊は何だった？もうおしまいだ。世界を滅びるんだ。やっ
細かいね、会話変わるの。よし。いや、久々に宿屋に泊まれるか。ドゥ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 。できんね。いや、全部なくなったよ。あとでやってきます。そう、モンスターを撃つと思ったのなぜか、設定が変わってやがる。一番奥のやつに話したかった。こいつ、こいつ。話したか。からまあいろんなとこ行ける感じだろうね。まず船を回収しよっか。どこにあるんだろうな。ね、今見ないのか。そこにチョコボがいて、引く手は記載なし。いやー、これ探しかねえな。とりあえず、あ、あったあった、あんじゃねえかよ。しょしょしょ。次元の狭間で入り口は大空城が消えた場所。そこはエクセスが無の力を手に入れる前に。だけどギードはまだ俺たちの力じゃ勝てないって。うん。伝説の12の武器。封印城、クーザーか。とにかく急ぐ。まあそっち優先だ。勝手に進んでってるぞ。無の力を操ることはできんのか。これならどうか。無の力を我にその姿を見せよう。この次元の狭間か。行け、世界を破滅させよう。この姿を見せてやれ。うわあ、一気に滅びるんだ。えぐいな、このゲーム。いや、この街ほとんどなくなるんじゃない？街が無に吸い込まれていく。エクセスやめろ。やっば。
歩なくなってる。ああ、しかもモーグリまでかよ。うわぁ、すっごい。くるる、くぽくぽ。最低だな、これ。しかも、故郷じゃん、これ。モフさん。うわぁ、モフさん、助けておくれ。世界崩壊だね。どうにかなるもんだな、これ。ひどい。モスさんの故郷、リックスの、こんなのって。いや、モスさん。うわぁ。暴走したの。ああ、暴走してんな、モスさん。説明、これ。モスさん。来たのかい。モスさん、やめろ。切ない。まあ、整備していこうか。2番に。どうしよっか。どういこっかな。ここはあるんだ。これなんだ。あ、城の上の村か。なるほど。止まってるからいいんだ。どうしよっか、これで1個封印解いたから1回城に行けってことか。でも敵が強いからちっちゃい。おお、レナさんご無事で。その本を、おお、読むことができます。はい。同じこと言うか。風の神殿から火薬の水を持ってきました。火薬してくれるのか。エクセスが封印されていた場所にこの城が突然現れた。島の神殿の中に風に守られし、タイクーンの西の孤島の神殿のことでしょうか。あー、なるほど。ここか。行けなかった。打たれる水の裏側に打たれる水の滝。タイクーンじゃ、あー、滝。だったらあれかな。北西の滝も怪しいね。タイクーン城の上空に次元の狭間が現れたというのは本当なんです。ここからできれんじゃないか。いるよね。いや、しかも、シールド、ピンも出てきやがった。いや、強えな。いやー、跳ね返んだ。いや、最低。いや、これは最低だ。効かねえのかよ、こいつ。物理も効かねえのに。死んでるし。いやー、これ倒せる気はしねえんだけど、大丈夫かな、俺。これレイズでいっぱいですよ。このゲーム、急に杖が現れるの。混乱。もうやりたい放題だな。あー、ライバーも効かねえし、無理だよ、チキシュ。
いや、おかしい。いや、完全にしくった。いや、しくった。グラビが、10本でやらんな。とにかく回復しないときっついわ。今度はゾンビかい。どうかな。よし。マジで倒し方がわかんねえ。リフレークのおかげ。なれば、そうかけて、レナの召喚をカーバンクにして、投げる。引く。グラビが。こっちにすれば跳ねかい。時間。もう。勝ったのによ。ライグラをやろうとしたんだ。ライグラを、こうすればはめたいんだ。あれ、なんで跳ね返んねんだよ。いやいや、跳ね返んの意味がわかんねえ。いやー、きかねえ。コメット試してみるか。コメットなら、そもそも跳ね返んないか、これ。どうもレベル差が出るかな。人しか変わってねえの。ベースとはかかわかんないよ、きついな。逃げたし。
逃げんのかよ。こんだけ戦わせといて逃げんのかよ。きつ。よし、封印の間。石板がピーンと、三つの封印を解か、武器の前に立ち、語りかけよ、封印を解かれ石板を砕き散る。三つの封印、12の武器から三つを選べということか。来たね、選び式。いや、式か。ちょっと待って、どうしよっか。槍だよな、まず。槍と、以前なんかあんのかな、いいや。ウィザードロット。クロマどうしよう。金、剣。これはエクスカリバーかも、もしかして。だよ。エクスカリバー取るか。よし。エクスカリバー。ナイトでいけんじゃん。うん。ここナイトに変えようか。白魔法にして、エクスカリバーだよな。オッケー。確か青魔導士もそういう人。アサシンだわ。ちょっと、リュウさんがいいや。サスケの刀。これは侍か。いやー、侍もありだね。銭投げがあるから。ホーリーランスか。テペテテーン、ゲーン、ゲーン。そうだから、こうでしょ？すげえ、一気に上がるで。いや、上がりすぎだろ。なんだよ、この差。これは斧か。斧はいいや。まさか、ゆっちーが。これ何？まさむ。ちょっと待って、これが刀か。あれ？じゃあなんだ？あれ刀だ。なんで刀が二つあるんだ。わかんねえな。つまず塩一個欲しいよね。賢者の杖。これが白魔道士か。こっちは攻撃系か。どうしよっかね。賢者のやつが。いやー、どっちがいいんだろうな。こっちにしてみるか。そもそも賢者っているんだった。これはいねえな。来たね。いや、ちょっと待って、こっちの方がいいのかもしれない。賢者の、何があるんだ？魔力。すごいさ、あれ、なんダンシングダウンか。こっちか。いや、わかんねえな、効果が。ちなみに、こっちは装備できないんだ。うん、他の刺さり。こっちはこれにして、うん。で、エルフのマントかな。あ、これでこれでいいや。よし。よし。でも、もう三つ取ったから無理だよ。これで砕け散ると。
まあ、あと3つ集めて全部取れた。了解。いや、面白いね。お、イベント。わあ、しもべとなりし、次元の狭間の魔物たち。うわあ、すげえいいんじゃん。こんなにいんの。で、まだこんなにボスがいんのか。クリスタルの光に導かれし戦士たちは古の石碑を求めている。行って殺せ、犬王を探した、倒した12の武器。あれは奴らの手に渡ってはいやっか。あ、すげえな、この私たち。うん、行け、魔物たち。その間に我は無の力を完全に奪うのです。すごいね、展開が。ディーディーディー。これでさっきのバカ倒せんじゃねえかな。いくつですソウル。なんだこいつら。何この。戦ってみるか。エクスカリバーはどのぐらい効くか。うわ、死神のクリップ。うわ、即死じゃねえかよ、最低。逃げねえか。逃げれんのかい。逃げれんのかい。いやー、これも強くなってからやれってことだよ。多分この辺のザコが倒せないぐらいじゃ、絶対クリアはできないと思うんだよ。ベビラーゲスになったらどこがいいんだろうね。回るのいい選手が。今ここにいんのか。うわ。ピエロマッチョも見てみたいけど。ちょっと戦う会話しなかったよ。東の村が闇に飲まれて消えたって。次はこの村、怖くて眠れない。世界闇に飲まれるんだ、冷え怖いよ。南の城には近づかないって。お前は同じこと言ってん。武器防具の娘がリボンを探しとった。いや、リボンは渡したくないんですけど。この村でできる作曲はうまいぞ。ちょっと、行ってみるか。これだよ、この子。こっちは武器屋さん。違う。この子が欲しいんじゃねえんだ。と、富屋が欲しいのはない。弱い。よし。サコバだけ。いやいや、それはもういいや。同じこと言ってんな。魔物を捕らえるっていうのも気になるけど、銃使いで。そんなシステムもあったんだっけ。よし。ここはある。あるで多分誰もないし、さすがに。うん、さすがにねえな。水開封できる。本持ってかれたから、本当開封できないんだ。ここいいでしょ。バハムートはガン無視されてるけど。
ここになんか。カーウェイの街は懐かしいね。西に砂漠現れたんだ、不気味で。あれだ、モーグリンとか。北の山に咲く紫の花とか。どこに行けってことか。あ、バラムータとか。バラムータとか。まあ、同じことしか言わないから。お？変なモノマネ野郎がいたの。オルスの塔に行きたがってたけど、もう沈んじまったし。オルスの塔。おっと、潜水艇があれば行ける。ってことは、あれか、シドにも合流した方がいいのか。シドの合流も必要なのか。うちの女房変なこと言ってるんですよ。大きな竜が。バハムートです。バハムートはまだ早い気がするけど。でもまあ仲間になったら相当強いだろうね。召喚師がさらに楽しくなる。いやーマジでいけるとこ多すぎて。もう入れないようになって。ないとこも、わーお、しっかり。あー、これ次元の狭間か。あれは、じゃあまずいんじゃん。吸い込まれてる。大丈夫かよ、これ。急に行っちゃったんだけど。出られんのか。いや、ここはまだ早いって。とりあえず、なんかあるぞ。オルスの音って。森に現れる新居の街、なんだろう、それ。ここにあるの？新居の街。カタパルトの塔が突然現れたんだ。シドじいちゃんが地下に閉じ込められちゃった。この村に伝わる古い歌があります。右の塔は力の塔、一切の魔は役立つ。また大変なとこがあるの。もうこの土は作物は育ちません。クリスタルが空気散ったからでしょうか。力は役立つ。俺、ジョブを選ぶね。地面の下から変な音が聞こえてくる。気持ち悪いよ。そういえ。よし。ここは歌くれたやつ。歌くれるかもしんないね。弾いてみるか。さあどうぞ。いい曲ね。でも、明日力の歌を送りましょう。来たね。力の歌。よし。バトル中に歌えば徐々に力が上がってきます。詩人も入れたら強くなるのかな、サポート役として。よ
FF11 とかだと必須上だったりする。結構、サポート役にして使えるから。薄いし。同じこと。黒チョコがいるかチェックしようかな。ああ、森じゃなくなってんな。黒チョコいたんだけど、さすがに入れねえ。これの敵も見てみようか。やっぱ違うね、敵が。これなんだ、バーサクかこれ。うわぁ、勝手に攻撃してるよ、最低。やはりエクスカリバー、うえぇなぁ。いや、やっぱ、あんな12の武器、うえぇなぁ。まさかも効いてるから余計か。なんかよりさ、石板を優先した方がいいかもしんないね。どこだったっけ。これか、これだ。あった。いや、いけるようになってるよ、ビッグウィッチから。ゴブリン。ゴブリンがいるんだよ。ラーニング用か。さあ頑張ろう。ことの神殿、そしていきなりバーサー。まあ銭投げなしでいけるでしょう。武器は強いか。賢者の杖が何に役に立つか。うわあ、回復すんだ。うわあ、最低。マジかよ、効かねえのかよ。エクスカリバーか、うわぁ、最悪だって、全く効かねえじゃねえかよ。いやぁ、これはひでえわ。最強の武器は全く持って役に立たない。こんだけだよ。嫌がらせだよ、マジで。意味は分からねえ。ちょっと返し。まあ、もういい。もういい。そうか、はい。あ、融合で。こうしたってことは回復してるね。うわ、復活してる。意味わかんねえ。何この復活。妊娠したってこと。33,500。そんだけ。3,500も結構しんどいんだ。
来てるかもしれない。よし、やはり。いや、これ倒せんのかよ。いや、武器を変えたい。同時に倒せと。同時に倒せのあれがないわ。倒す手段、召喚しか。バハムートとか言うとだいぶ有利だ。倒せ。いやー倒せねえ。同時きついなー、マジで。もう全回復してんじゃねえかよ。1033。あぶね、あぶね。なるほど、うまく調整しねえんだめっす。これでいけんじゃん。あごと。うん。よし。オッケー。いや、これひどい。最強の武器は全く持って役に立たない。潜水艦はいけないよね。潜水艦あれしないの？もしかしたら撃ってる可能性もある。ここは無理なところで近場の宿に。バルジョ。ああ、いやいやいや。これガラフのとこ。クルー様、どうかお気をつけて。了解。クルーのイベント発生しねえかな。
ルオー・ガラフォーがお亡くなりになるとは。どうしようって言ってんの。比喩いいんじゃん。マスカ・ガラフォー。比喩を述べんのかな、もしかして。王に会いに来た。クルル、元気を出すクポ。同じこと言ってるな。さすがにここのは乗れなさそう。さすがに。ああ、乗れんだ。坂の、ちょっと。乗れるとは思わなかった。話すのすぐ。いいよ、乗っていいよって言ってくれるかな、じいさん。ガラフはあなたの中に置きます。そうです。アビリティをすべて引き継いだ。これ乗れんだ。ヒーじゃないといけないところっていうのが今んとこないんだよ。結局ね、下ろすしかない。まあ、ラスト。敵が違うな。敵変えてくるね。いや、最低。ちょっと他に使わせて。僕も浮かせてくんで。賢者の杖、何の役に立つんだろう。見てみよっか。でも出たっけ、装備して、知ってるやつって。賢者装備してるから出ないね。じゃあ一回変えて、賢者の杖ホーリーがパワーアップ。来たか、ホーリーか。なるほど。白魔導士あげろ。いや、なんで覚える可能性あるか見えてくるし。これ言った。これなんだろう。ないか。これなんだ。あ、いっぱいあんな。あ、これあれか、森んとこにつながってるやつか。だね。どっか来よった、この辺境の村に。誰かが小屋の鍵を開けちゃった。幽霊がいるって言わすの声。おうか。進んでんのか。人の欲望は時に邪悪を生み出す。なんか進んでるね、話。このエクセスが復活したんでしょうか。30万の悪魔が再び。ムーアの大神が消えてしまった。これ、釣ってんのはどこだ。あれか。これ入れなかったんだっけ。じゃあ、これが違う。これどうやって行くんだ。こっちから行くのか。こんなとこにあって。何これ。こんなとこ行けんだ。ちょっと待って。道。
中央館で。おっと、なんかいる。坊主よく来たな。ここまで来れたってことは勇気があるんだろうが、単なる強がりかもしれん。まあそんなことは自分自身で決めることだ。自分で勇気があると思うならば左の箱、臆病と思うなら右の箱を持っていけ、どっちか一つじゃ。来たね。いやーこれ大丈夫かな。ブレイブレイドを手に入れた。わーお、そういうことか。ひょ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 。いやー右の宝箱も気になったけど、ブレイブなんとか魔法剣両手持ちナイト、ナイトですあれか。これはあれだね、あのガーゴイルのエクパーツの、こんなにナイトが役に立つと思わなかったか、このタイミングで。よし、いやこれ忍者とかの装備持ったらもっと強いんだろうな。ライトでこの強さ。滝はこの上か。火のあれはいけるか。えんちゃん。持ち下げる。そうあるかな、じゃあ、うん、階は変わってない、階は変わってねえな。あ、そっか、女王いるんだ。女王はどっちに立ってんの。状態でも話進まねえのか。要はずっとなされてると。暗闇が来ない。ダメっぽい。ずっとなされてんのか。で、滝に行けるようになったんだ。ああ、これだね。これ一個と。あ、で、ここはやられてんだ。なるほど。行ってねえと、どうだろう。南だね。神殿はあそこ。この下のところ結構いっぱい。ここ行けない。山があるな、ね。これか。なるほど。いるかな。もういないんだよな、確か。暁の温泉士みんないなくなってしまったんですよね。そう。あそこ、エクステス復活したら、世界に何かが起こって、ケルガー様が生きてくれた。ビッグウィッチの途中に神殿が現れたらしい。火のクリスタルを守りに行ったツースは俺の弟だったのか。カエル、あ、カエルの存在忘れてたね。
何があったかもしれない。気持ち。ねえな。糖度がねえってダメだな。減ってるから回っていくか。マックセットで来んなかった。どうすっかいらねえ。怪しいと思ってた道具はこの辺にあるはず。これか。これはまだ残ってんだね。なんかある可能性があると。まあ残ってるところは何かしらありそうだね。うん、今まで言ったけど、店では北の洞窟で発掘された武器や防具を売っています。この後で行かないと。そうでしょ。あ、ちょっと待ってよ。これさ、北の洞窟の別出口から行ったらもしかしたら城に繋がってるってこと？いや、それは面白いね。なるほど。そういうルートが。気になるね。よし、これ全部回ったかな。で、回ったね。いえ、じゃあ、そこ行っておりますか。よし。オッケー、では、ここで終わりにします。次回はこのシーンで。まあ、順番的にはこのシーンで行って、その後に、杖の滝に行こう。ではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。